だったんですけど、結構晴れ間が出ていい感じに晴れてます。気温も6月で暑すぎず寒すぎずちょうどよくて気持ちいいです。これからうなぎを食べに行きます。楽しみです。約300キロ走ってきました。今日1日で久々のロングツーリングで正直ちょっと疲れちゃったんですけど、すごい楽しかったです。満喫しちゃいました。山の上の方がちょっと風が強くてですね、この 250cc のバイクだとちょっとグラグラと吹き飛ばされそうにもなってたんですけど、それでもすごい楽しく1日過ごせました。あとうなぎも美味しかったです。はい。